はい、はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。では、2021年3月の4日、はい、花田博さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、ね、今日はまた笑わせてもらいましたけども、大概なんかあの新しい境地、2人のなんかあそっち行くんって感じでしたけど ね、どこ向かうんっていうね。バンバン入るよ、お前。そうやな、ずっとこの先も変わらないのは、うん、山形相方が僕の誕生日で何かやったら僕はやらなかった。そうやんな。やらそらそうやんな。そらそうや。今日だって逆にポンちゃんの今日何プレッシャーというかハードルというか高かったやろ、きっと、はい、あれやられたらな。はい。でも家で全部着替えてひげつけた時にこれはいけるって。なかな。いや確かにあのいろんな意味で面白かった。似てるっていう面でも面白いけど、あのポンちゃんのシュールな感じが。ね。はい。まあ言わせていただきました。はい。はい、まあ、詳しくは、ツイキャスを見ていただいたら、面白いんじゃないかと。前半戦の。相方のヒゲ姿を。意外と、俺ヒゲ濃くないんやなと思った。あれ見てね、うん。なんかね、確かに、あ、なんか、そこまでと思ったね、うん。いや、面白かったですよ、本当に。なんかね、なんか、開き直った感がね。あったね、なんかね、いやいいですよ。なんかこう誕生日にこうやって、はい、なんかこう今までと違う面というか見れるっていうのはいいですね、うん、そうですね、僕らも、はい、あの何やろう、そうですね、そういうことやりやすいタイミングではあるんで、あ、まあ確かに確かに、うん、まあね、お客さんはね、そういうあのおめでとうっていう気持ちで来てますからね、はい、確かに確かに、ケーキの代わりに、はい、あーローストビーフ丼もいただいて、あ、そうですもっすい量でしょ、あ、まあまあ多分2号以上ありますよね。これ今僕半分食ったんですけど、まあまあボリュームあると思うよ。そうだから卵アレルギーなんでね、あの2号ぐらいありますよね、これ絶対にあると思います、余裕で、はい、まあだって何お米っていうか、じゃあのお米が全部なくなりましたから。もう今日はすっからかんになりました。今日まあまあ炊いたんですけど、うん、でランチもね、あのハヤシライスやったから、はいはい、皆さん食べていただいてね、いや今日のお客さんはすごいラッキーやったと思いますよね。ハヤシライス食べました、じき食べました、めちゃめちゃ美味しいです。結構あの作り方も簡単やったでしょ。そう、あのなんていうの、材料もシンプルで、うん、でまああの作り方もシンプルやのに、あの美味しさが出るというのはさすがやなと思いながらね、いや、あと何が怖いって、僕これ全然完食できそうなんですよね。おお、それが怖い。すごいな、まあまあな量ありますけど、ね、なんかお肉も大丈夫かな俺。ね、食べてください。ごちそうさまでした。新人も入ってくれやん。じゃあ、ありがとうございます。いや、これ一人食べはるみたいやけど、いいんですかね。いいんですか、はい、だからと言いつつ食べる。ね、いや、でも本当に今日はあの、ね、お客様はめったに食べれない、じきじきに作っていただきました。ね、ランチ。ランチというか、まあ、スペシャルメニューですね。はい。はい、そちらも楽しんでいただきつつの、ね、ライブでした、ね。まあ、こういうやったらまた、そう。ここだもんね。うん。そう、だから。あれ冷凍でもいいですよね。ああ、なるほど。めちゃめちゃいいかもしれないですね。めちゃめちゃいいですね。あれ冷凍でね、買えるようにしといたら、はい、皆さん喜んで買ってくださるんではなかろうか、うん。全く辛くないので。うん、そうやね。ほんと。辛いの苦手な方でも。そう。いや、あの、そんなに、無花調とかにこだわりまくってるわけじゃないんですけど、はい。まあ、トマト缶以外は、うん。ほぼ何も使わずいけるんで。そうやね。そういうものを。なるほど各調味料を、あ、そうね、そういう意味ではいいんじゃないかな、うん、で、まあまあスパイスも一種類入っててぐらいですからね、まあ、スパイスというかハーブが、あ、そうか、ハーブですね、はい、入ってますが、そうだから多分で、うちの店でも出してるんですけど、お子供も食べれるやつなんで、そうか、はい、そうやね。こういうメニューはちなみにどういうとこでなんていうか研究というか、なんかね、後ろでね、なんかね、もうなんかもじもじしたはる人がおるんですよ、さっきから。
なんかもうあなんかこう喋りたいみたいな、なんかいや入りたかった、入れよ、喋りたい、入りたいみたいな感じ、どういうところでそのあれですか、研究とかしはるんですか。あれはなんかちょっとネットで見て、ハヤシライス本格みたいなの見て、なんかそれにちょっとアレンジ加えて、なるほど、まあね、だから普段からいつもやってるからね、あのそのなんかその感覚で、そうですね、でなんか、作る前からイメージでこういう味が欲しいなっていうのがあるんですよ。なるほど、こういう味にしたいなっていうのがあって、いやそこに近づける感じです。なるほどね、そっか、まあ、なんか今ふと料理も曲作りもなんかそういう感じなのかなとちょっと思いましたけど。そうですね、でなんか曲もこういう曲っていうイメージがなんかあって、そこにこういろんなスパイスというか味を加えていったり、はい、材料を何しようかなとか、そんな感じでやっていくのかなと思いましたけど。そうですね、だから、料理も、多分いっぱいいろいろ食べてる方が作りやすいんですよ、はい、あ、なるほどね、いろんなものを味を知ってるっていうかね、引き出しが多いというか。なるほどなるほど、音楽も一緒で、そうやね、いろいろ音楽聴いてる方が結果として作りやすい、そうやね、いろんな本当にあのテイストというかね、はい、あのスパイスを振りかけられますしね、で弾くこともできるし ね、 そうですね、知ってると、知ってるとそうそうそう、ね、知らんと足すばっかりやけど、はい、ね、なるほどですね、そのなんかなんか山形君にはね、いずれその若い人たちに向けてなんかそういうセミナー的な、このなんかなんていうの、セミナーって言ったらあれけど、なんかこう音楽を本気で頑張りたいコーラになんかそのメッセージというか、なんかそういうのをなんか出してほしいなとは思いますけどね、なんかこうこんなんしたらいいよとか、こういう、ね、音楽で悩んでるコーラに対してそういう時はこうしたらいいよとか、こういうことでお客さんって集めていくんやねとか、なんかお仕事として音楽やっていくにはこういう心積もりというかね、やらなあかんでとか、そういう話をいずれでなんかしてもらえたら嬉しいなと思ったりはしています。それはもう店長がなんかその場を設けていただけるあ、いいですか、はい、全然してもらえるならもうぜひぜひとも、ね、なんかその今大学生たちがイベントを組んでくれていて、その中にやっぱ音楽で食っていきたいというかね、仕事にしたいという子もいるのですよね。でそれでやっぱりね、その体験談というかで、まあ、難しいことと、なんかそのやっぱり甘い部分もやっぱり学生とねあると思うので、夢見ている部分と現実っていうのをなんかまたね、その歩んできた人が話していただけると、大したことはできないですけど、まあなんか話すぐらいのね、説得力あるかなと思いますのでね、はい、そんなこともおいおいねお願いしたいなと思っております。はい、ね、これから1年またまあまだね、まあもうちょっとはコロナも収まりそうやし、まあ、まあ、分からんけど、分からんけどね、ちょっといい感じでまたね、どんな感じでいけたらいいなというふうに思っておりますので、はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。フラットの山形佐々木さんでした。